スリランカ鉄道、正式名称スリランカ鉄道局は、スリランカの鉄道を管轄する政府機関であり、コロンボに本部を置く鉄道事業者。スリランカの鉄道輸送一般については、スリランカの鉄道も参照のこと。運輸、民間航空省の部局として設置されている。1858年に、正論国営鉄道として開業して、以来、 国内各地域の主要都市と首都コロンボを結ぶ鉄道として運営されてきた。スリランカの鉄道はほぼスリランカ鉄道が担っており、1日あたり約35万人の乗客と貨物を輸送している。加えて、スリランカ最大の雇用主の一つでもあり、1万4000人を雇用している。路線の総延長は1 5 0 8トル駅の数は312に及ぶ。 また138両の機関車、500両の客車、683両の貨車、そして128両のタンク車を保有する。1880年、メインラインの給料地域を走る、蒸気機関車1940年、コロンボ近郊の線路 S13K959 番車1864年、営業正論時代のスリランカに、初めて鉄道が導入された。 導入当初の目的は、内陸の丘陵地域にある茶畑、コーヒー畑から積み出し、港のあるコロンボまで茶葉、コーヒーを輸送することであり、メインラインのコロンボアンベプス社間5 4トルが最初に開業した。その後、メインラインは1867年キャンディ、1874年、ナワラピティア、1885年ナヌオヤ、1894年、 バンダーラウェラ、1924年、バズラと徐々に延伸され、他の路線は1880年マータレーライン、1895年、コーストライン、1905年ローザンライン、1914年、マンナールライン、1919年ケラニーバレイライン、1926年、プッタラムライン、1928年バッティカロアライン、トリンコマリーラインの順に開業した。 その後80年以上スリランカの鉄道網に大規模な変化はなかった。1955年から1970年までの15年間はスリランカ鉄道の黄金時代と呼ばれ、正確で快適な鉄道を目指して主要駅の改装や速達列車の導入が行われた。1953年まで使用されていた蒸気機関車もこの時期にディーゼル機関車に移行した。 20世紀後期1970年からの30年間はスリランカ鉄道の衰退期であった。経済の中心がプランテーション農業から製造業へ移行し、道路網が整備されていくにつれて鉄道の整備は後回しにされた。また、それにつれて貨物輸送の中心も鉄道からトラックへ移行していった。スリランカ鉄道は この30年間で他の国のような技術革新を十分に行えなかったため所要時間が長い、時刻が正確でないなどの問題を解決できず2011年には旅客輸送での市場占有率が7%まで落ち込んだ2012年に導入された新型機動車 S12 系2010年代前期からスリランカ政府は鉄道発展のための10カ年計画を開始し 従来車を置き換えるため新型の機動車を発注した。2004年のスマトラ島沖地震で発生した津波によって被害を受けたコーストラインは2010年から2年間にかけてスピードアップ工事が行われ最高時速 100km での運行が可能になりさらにマータラを経由してハンバント玉で向かう延伸工事が行われている。また 30年にわたる内戦によって寸断されていたノーザンラインも2015年には復旧し、ジャフナ、カンケサントライまでの全線が内戦前の状態に戻った。スリランカ鉄道では貨物輸送の他に主要都市を結ぶ都市間鉄道とコロンボ都市圏内の通勤列車を運行している。ほとんどのインターシティには車両等級が設定されている。 列車種別車両東急スリランカ鉄道の線路を利用してインターシティを運行しているラジャダニエクスプレスとエキスポレールではかつて数多くのインターシティで優等サービスとして車内で紅茶やスナック料理などが提供されていた通勤列車はコロンボ都市圏でのみ運行されているほとんどの通勤列車はディーゼル機関車で運行され インターシティのような車両等級は設定されていない。通勤列車はコロンボ市街地の交通渋滞を解決する可能性を秘めており、現在はエネルギー効率を高めるために電化が検討されている。メインラインの風光明媚な丘陵地域、スリランカ鉄道は、旧路線で構成されており、1950年代から急行列車の運行が開始された。スリランカ鉄道は、 継続的に大きな財政的損失を被り、1943年以来、赤字で運営されている。2007年5月には、約30億スリランカルピーの収益があったが、政府から70億ルピーの補助金が必要であった。費用が大きくなる要因は、ビクトリア朝から維持されているインフラの維持費であり、人件費についても、州の雇用政策によって人員超過が続いている。 2017年2月、スリランカのサンデータイムズ紙はトイレが人種差別的であるとしてスリランカ鉄道を批判した。記事によると外国人観光客と地元住民で利用できるトイレが異なるというコロンボフォート駅をはじめとする5駅で外国人観光客は 外国人用トイレと標識のある衛生的なトイレを利用できるのに対して地元住民は整備の行き届いておらず不衛生なトイレの利用を強いられている。運輸大臣によるとこの外国人用トイレは観光省の予算で整備されているという。スリランカ鉄道はビクトリア朝時代のインフラと老朽化した設備を保有しており維持管理に多大な資金が必要となっている。また、 車両の輸送容量も低下し、サービスの品質が低下している。車両の輸送容量を維持するために、スリランカ鉄道は2007年以降車両を増備している。スリランカ鉄道は道路やバスとの接続が悪く、十分に連携ができていない。また、他国の輸送システムのように、スリランカではバスとの連絡ギップの発行なども行っていない。 バスと鉄道の時刻表も連絡していないため、それぞれの交通機関が独自で運営を行っている。そのため、バスから鉄道へ乗り継ぐ効率が低下している。ありがとうございます。